燃料費の高騰が続く中東京電力が多くの家庭が契約し国の認可が必要な規制料金について10年ぶりとなる値上げを検討する方針を固めたた。ことが分かりました全国でおよそ7割の家庭が契約する規制料金は国の規制で燃料調整費などに上限が設けられていますが大手電力10社べてがこの上限に達しています。 このため、燃料価格の上昇分を料金にこれ以上転嫁できず、電気を売るほど赤字が膨らむ状態で、東京電力は政府に対する規制料金の値上げ申請を検討する方針を固めました。申請をすれば、2012年9月以来10年ぶりとなります。

こうした中政府はこの冬の電力需給も厳しい状況が続くとして来月から来年3月までの4か月間節電を要請する方針を正式に決めました数値目標などは設けず無理のない範囲での節電を求めるとしています。